え、寝癖ついてる？よし、宿題終わり。え、リオちゃんもう終わったの？うん、バッチリ。宿題終わったし、休憩しようっと。ずるい。私も休憩する。チカちゃん、まだ終わってないんじゃないの？うん、休憩したらやる。じゃあ休憩した後、手伝ってあげる。本当？ヨウちゃんありがとう。大好き。よろしい。それじゃあ私のことは先生と呼ぶように。はい、ヨウ先生お願いします。ヨウちゃんと食べたくって取っておいたんだ。おお、みかん好きのチカちゃんがそんなに美味しいみかんをわざわざ私に分けてくれるなんて嬉しいな。ヨウちゃんにならあげるに決まってるよ。それに美味しいものはヨウちゃんと一緒に食べた方がもっと美味しくなるもん。チカちゃん。じゃあこのみかんはチカちゃんと食べるからこんなに美味しいんだね。ありがとう、チカちゃん。うん、私こそヨウちゃんと一緒にお買い物できて楽しかった。ヨウちゃんの作ってくれる次の衣装も楽しみだな。そう言ってもらえると私も作りがいがあるよ。頑張って可愛い衣装作るからね。わーい、期待してるね。そうだ、さっき買ったスクールアイドル雑誌見ようよ。うちに帰るまで待ちきれなくって。見る見る。へえ、結婚式場でライブをしたグループもあるんだね。衣装も花嫁さんっぽくって可愛いな。結婚式か、ちょっと憧れちゃうな。結婚式はずっと仲良しでいようってお互いに誓い合うでしょ。すごく素敵じゃない？ああ、そういうことか。え、他に何かあるの？え、ううん、何もない。チカちゃんの言う通りだよ。そう？ならよかった。でも、ずっと仲良しでいるって誓い合うことなら、友達同士でもできるんじゃないかな。あ、確かに、それはそうかも。
でしょ。そういうことなら私がチカちゃんにプロポーズしちゃおうかな。プロポーズ？でもようちゃんにしてもらえたら私キュンキュンしちゃうかも。本当？それじゃあ私チカちゃんのことが大好き。だからチカちゃん、この先もずーっと一緒にいてほしいな。もう息も白くなっちゃうし。あら、あー、あ、見て、あのお店のショーウィンドウ、イルミネーションの飾り付けしてる。ああいうのを見ると冬が始まるって感じがするな。東京、イルミネーションにも力を入れてるんだね。いいね。お？でも二人きりでってことは、これってデートのお誘い？おお、相変わらず素直。少しは照れてくれるとからかいがいがあるんだけどな。うんうん、なんでもない、こっちの話。もちろん行くよ、だって君が誘ってくれたんだから。よし、君をびっくりさせちゃうぞ。だってせっかくのデートだもん、君のことドキドキさせたいからね。私に会いに来てくれてありがとう。みーんなのスクールアイドル、ようちゃんでーす。今日のためにキラッキラな衣装を作ってきたんだ。みんなに新しい私を見せてあげる。だから楽しみにしててね。ラブリー系スクールアイドルの挨拶を考えてみたんだけど、やっぱ慣れないな。
り日差しがないと走りやすくて最高だね。よかった。夜のランニングってすごくいいんだって。昼間活動して体が温まってるから運動の質が高まるんだって。他にも夜は成長ホルモンが1日のうちで一番分泌されるから筋力アップと回復に効果的なんだよ。夜に走ると程よい疲労感が体に残ってぐっすり眠れるし。実は私も走る前までは知らなかったんだ。最初は体力作りのために夜も走ろうかなくらいの気持ちだったし。そういえば最近調子どう？近頃あんまり連絡取れてなかったから気になってたんだよね。聞く聞く、君の新曲なんてすっごく楽しみ。大丈夫？もうかなり走ってるし、そろそろ休憩しよっか。それじゃあ、あそこで休もう。わあ、見て、この星空。すごい、空が星たちでいっぱいだよ。こんな素敵な夜空を君と二人で見上げるなんてなんだかロマンチック。からかってないって。だってこんなに綺麗な夜空君と二人占めできるんだよ。そういう風に考えても仕方ないと思わない？照れてる。星明かりのおかげで君の顔もはっきり見えるね。ずっと眺めていたくなっちゃうな。ごめんごめん。でもずっと見つめてたら今日は君の夢が見られそうだから、今日だけは君が恥ずかしがっても見ちゃうもん。みんな、魔法少女ようちゃんだよ。ようちゃんのキューティーパワー、みんなにも見せてあげる。いくよ、キュンキュン、よーさらー。元気になれる魔法、みんなのところに届いたかな。ようちゃんの魔法でライブに来てるみんなをワクワクさせちゃうよ。一緒に楽しもうね。必ず見つけるよ。君がどこにいても必ず見つけるよ。